複雑性 PTSD です。生きようという気力がありません。どうしたらいいでしょうか。自分自身を大切にするってことは難しいかもしれないんですけど、私の大切にしているものを大切にしてくれるような方と一緒に時間を共有していくということをしてみられると、間接的に自分もまあ生きてても悪くないんじゃないかなっていうふうに思えることもあったりするので。デイケア向きってどんな人ですか？デイケア向きの人、少しだけでも社会復帰に興味があったりとか、少しだけでも外に出ていきたいというふうなお気持ちがあったりとかはするんだけど、仕事とかはまだ早い、もうそれ以前に仕事の準備もまだ早いっていう風な感じの方だったら、基本的にデイケア向きかなという風に思いますね。第三者の目というものが治療的に役立つ方ですね。優しい環境で自分自身の言葉とかっていう風なものを周りから前向きな形でフィードバックをもらう。自分自身の言葉とかを、こんな喋り方しかできないんですとか、私ってこんなダメな人間ですとかっていう風なことを言っちゃってたりとかするのを、自分自身の視点だけではなくて自分以外の視点で、いやそうは言うけどうまいことやってたっていう部分もあったと思うよっていう風なことをフィードバックしてもらえるっていう意味なんですけど、そういう風な場が必要な方もデイケアには向いてるんじゃないかなという風に思いますね。あとも単純に昼の過ごしどころがない方なんかも向いてるかなというふうな気がしますね。メンタルに良い生活習慣をいろいろ教えてください。朝日を浴びる朝散歩ね。とりあえず朝昼晩と3回何か口の中に入れる。朝起きたらとりあえず一口水を飲む。朝起きたらとりあえず外へ出て背伸びをする。とりあえず鏡を見ていい顔してるやんって自分でプラスのツッコミを入れる。軽くでいいので運動する。軽くでいいのでストレッチをする。美味しいなぁと思える食事を一回取る。味わって物を食べる。自分を褒める。夜は暗くする。自分に対して少しポジティブな言葉をかけてくれる人を一人か二人見つけておく。どうでもいいような話を誰かとしてみる。大事なものを一つ持ってみる。大事なものをよしよしする時間を作る。たまには笑う。たまには怒る。たまには泣く。怒ってばっかりの人はたまには笑う。泣いてばっかりの人はたまには怒る。怒ってばっかりの人はたまには悲しんでみる。そんな感じですね。夜はですね、どうでもいいような家族の悪口を一言で日記に書いて、明日ちょっといいことがあるといいなみたいなことを日記に書いて、少し遅めに布団に入ってとっとと寝る。夏でも風呂に浸かる。いっぱい言うだな。まあどれか適当にやってみてください。全部やらなくていいです。初見正彦の動画。精神科のデイケアに通っているんですが、皆家族と仲が良く、仲の良いエピソードを嫌でも聞くことになるので、余計孤独感が強くなり、デイケアに行くのが辛いです。帰りはいつも涙が止まらなくなります。どうしたらいいかという話ですかね。それはひょっとしたら祭りさんがご家族とうまいこと言ってないという今状態にあるからなんですかね。これものすごく大事なことなんですけど、このことそのものをですね、デイケアスタッフときちんとテーマとして話し合ってみられた方が良いのではないかと思いますよ。こういうのはね、基本的には SNS と同じようなものじゃないかと思うんですね。通ってらっしゃるデイケアの今の参加者の方がうまくいってることとか良かったこととかっていうものを語りたい方が集まってる、そういう時期なんじゃないかなと思うんですけど。ちなみに、うちにもデイケアがあるんですが、うちのデイケアもいろんな時期がありましてね、家族との関係が良かったっていうふうなことを話し合ってる時期もあれば、家族なんてなくなればいいのにっていう話で持ちきりのね、デイケアの時期もあるので、実はそういう集団が集まる時には、まあいろんなことが、起こりますね。家族大好き的なムードの時もあれば、家族大嫌い的なムードもあるんで、まあこれ SNS みたいなもんなんですよ。SNS にね、流行り伝えというか流れがあるみたいなもんでね。そういうこういろんな情報が飛び交っている時に、その情報とか他人の言葉から受けた刺激というふうなものをどう自分の中で処理していくかということ自体がですね、実は治療的にはとても大切なことです。デイケアでだけではなくて、それこそ今お話したような SNS に顔を出したりとか、
こういう場に顔を出されたりね、ライブに顔を出されたりとか、社会の中で生きていくっていう風な中では、こういう家族大好き的な情報が入ることも、家族大嫌い的な情報が入る時も、これ自分でコントロールできないことですよね。そういう自分でコントロールできないような状況が入って、そのことを自分自身がとても辛く感じてしまいましたということ自体が、デイケアスタッフとの大切な相談事になりますし、そのこと自体が診察の上でもすごく大事な、ね、相談事になると思います。こういうことが起こっていること自体が、実を言うとね、これ良くないことではなくて、デイケアという治療の場に松井さんが参加されることによって、松井さんに起こった実は治療のきっかけになっている刺激である可能性が高いんですよ。このこと自体をいかに自分の治療に応用していくのかっていうふうな考え方で、デイケアスタッフや主治医の先生とご相談していかれるっていうふうなことを、一度発想として持ってみられるっていうこともありなのかもしれませんね。もちろんこの刺激があまりにも今の自分にとって強すぎるということであればね、距離を取るということも一つの考え方かなというふうには思いますけれども、基本的にはね、今起こっていること自体は広い意味で言えば良いことと考えてもいいんじゃないかなという気がしますね。20代女性、転勤後に適応障害と診断され、6ヶ月休職後に職場復帰しました。復職後は業務負荷を減らして緊張等はなくなりました。しかし復職6ヶ月で休みがちに双極疑い、社交不安と言われましたが、気分の落ち込みがないのにありえますか？そう状態も体験なし、仕事括弧総合職で終電転勤の仕方も考えた方がいい、結婚してパートナーになるのもいいのではと言われています。受験も仕事も頑張ってきたのにショックです。それはショックですよね。できればなんですけど、気分の落ち込みがないのか、自覚できずに体調不良だけが出てきてるのか、このあたりがまず微妙かなという気はします。まあ落ち込みはね、自分自身で落ち込んでると感じやすい方も感じにくい方もおられるのでね、気分っていうのは目に見えませんからね、そういうふうなものを落ち込んでますっていうふうに、変な話ですけど、横から見たら落ち込んでるように見えていても、落ち込んでるというふうに自分自身で捉えやすい人と捉えにくい方がおられたりとかして、捉えにくい方の場合だったら身体症状が出てきたりとか、言動面とかね、行動面で変化が出てきたりとかするような方もおられたりとかしますのでね、一番最初に大事なことは、主治医の先生にね、落ち込んでるっていう自覚はないんですけど、私が双極性障害疑いだったり社交不安というふうに先生が判断されたのって、どんなところからいうふうに思われるんですかっていうふうなことをきちんと確認された方がいいのではないかなという気はしますけれどもね。これだけの文面から双極疑いであるのかどうかが正しいのかどうかとか、社交不安かどうかというふうなことを判断することは非常に難しいと思います。基本的にね、躁状態とか軽躁状態というのが、ご自分自身でそう簡単に判断できるというふうには思われない方が良いかなとは思うので、自分自身の症状に対してやっぱりちょっとね、主治医の先生と改めて足並みを揃えるためにっていうことでも大事だと思いますけども、話し合ってみられて、こういうふうなところを双極疑いと感じてるんだとか、こういうふうなところを社交不安だというふうに考えられてるんだというふうなことをですね、一緒にね、整理してみられるってことは大切なことなのではないかなという気がしますね。初見雅彦の動画。複雑性 PTSD です。生きようという気力がありません。そのために一人でいるとほとんど何もしていなくて、セルフネグレクト状態です。どうしたらいいでしょうか。非常にこう難しいところがあるのは、自分に生きていく価値があるんだよっていうことを、おそらくその直感的に感じるっていうことが難しくなっちゃってているのかもしれないですよね。セルフネグレクトをしているということは、自分を大切にしてもいいんだよと思えないということなのかもしれません。多分一朝一夕でこれを変えていくっていうことは、おそらく簡単なことではないと思うんですけど、この質問していただいているひめりんごさんのことを、まあ、必要としている方の中で生きていったりとか、そのままでも大丈夫だよっていうふうに存在を認めてもらっているような関係性の中で生きていくようにしてみられたりとか、自分のことを多分自分では認められない可能性が高いんですよね。自分のことをとりあえず認めてくれるような人間関係の中で生きていくということと、自分自身を大切にするってことは難しいかもしれないんですけど、もしイメリンゴさんが
私はこれが大切だと思えるっていうことがあるんだとしたら、私の大切にしているものを大切にしてくれるような方と一緒に時間を共有していくということをしてみられると、自分自身は大切だと思えなくても自分の大切なものを大切にしてくれる人というのから間接的に自分もまあ生きてても悪くないんじゃないかなっていうふうに思えることもあったりするので、そういうこう物とか価値観的なものを介して自分に何かの価値を与えてくれるようなまあ存在だったり、そういう人だったりっていうのとつるんでいくというのは大事かなと思いますね。よくある話なんですけど、人よりも動物とかの方が良かったりすることが結構あります。人間ってこう考えてること分かんないでしょ。あなたに価値があるって言われてもまあ疑うじゃないですか。疑うんですね。僕も疑いますから、あのあなただけじゃないですよ。犬とか猫とかね、好きだったら好きだし嫌いだったら嫌いじゃないですか。何のですね、条件もなしに私のことを愛してくれる存在っていうのが周りにちょっといてたりとかすると、おおと思えたりすることもありますね。私で言えば、あの今日たまたまこの下にあのメッセージがあったので思いついたんですけど、私で言えば飼い犬を飼ってますけど、まあやつらってね、やっぱりそのなんかこう条件があって僕らのことを好きとかいうわけではないんですよ。もちろんあの餌くれるから好きなのかもしれませんけどね、とにかくあの好き好きなんですよね。そういうふうに言ってくれるような相手がいるっていうことは、自分になんとなく生きててもいいんじゃないかなっていうふうに思える一つのきっかけになる場合はあるかもしれません。まあ簡単ではないと思うんですけど、そういう材料をちょっとずつでも増やしていくっていうことが生きやすくなるための一つのヒントにはなるかもしれません。